お疲れ様です。2022年も終わろうとしますね。年の瀬には必ず今年の漢字一字というのがね、どっかのお寺でお坊さんが書くわけですけども、皆さんはどんな字を当てますか岸田総理はやっぱりこれでしょう。う税。<laughs> 税という字を選べたいと思いますというふうにね、言ってほしかったんですけども、なかなか言ってくれなかったですね。何進むあ、税制が進むですね。 だから、進むという漢字を当てたらしいですね。まあ、私はちょっと、岸田総理の本当のね、言いたいことっていうのは、ここにあるなと思って、一応、税という形に、こう、書き換えてね、今回は皆さんにお伝えしようかと思います。岸田総理、今年は税という字を選べたいと思います。しかし、まあ、ちょっとね、格好が悪いんで、税金が進むということとして、進むの方を選びたいと思います、というふうに答えたんだと思います。皆さんはどんな感じが思い浮かんだでしょうか まあ、貧しいとかね。極貧みたいなね、二ちとかね。そういったところが思い浮かぶわけなんですけども。まあ、とにかくね、今年が税でなければ来年が実際に実行される税の話になると思いますんで、まあ、悲惨の一号に尽きるかなと。岸田総理は私たち国民からですね、まるで品種の病人から布団を剥ぎ取る手口で、もう最後の一枚まで分くっていってしまいます。寂しいですね。岸田総理、何をやってけつかるねん。